皆さんこんにちは、陽楽の五十嵐です。陽楽の野中です。今回はリクエストの多かった美味しいお茶の入れ方というのをやってみたいと思います。さて、美味しいお茶の入れ方なんですけど、全然難しいことはなくて、やはり茶葉の量と蒸らし時間、それからお湯の量、それからお湯の温度、そこだけを大事にと思っていただければと思います。お湯の温度なんですけども、沸騰したてのお湯、100度ですね、100度が一番いいと言われてまして、水の種類も、ミネラルウォーターよりも、水道水、ちゃんと浄水器で使ったものなんですけども、カルキを抜いた水道水が一番空気が入っていていいというふうに言われています。それから、こちらの、ポット、カップなんですけど、こちらも事前に温めておけばより美味しく出せるというふうに、言われていますし、実際その通りだと思っています。では実際に入れてみましょう。まず沸かしたお湯を使ってちょっとこう温めておきますね。一旦このお湯を捨てます。そして、茶葉を入れまして、お湯を注ぎます。このように茶葉がこうジャンピングしてですね、綺麗な感じで抽出されている状況がわかると思います。そして砂時計、またはタイマーとかを使って、こちらの茶葉はちょっと大きめなので3分ぐらい蒸らします。はい、では、3分経ちましたので、こちら、注ぎます。まずカップの先ほど入れたお湯を捨てまして、この温かいままの、カップに茶こしを添えて、注ぎます。よいしょ。ここに、今回はこのダージリンファーストフラッシュという、あんまりこう色が濃くなく出るお茶を使ってます。これは中の茶葉がよく見えるようにあえてこちらを使ってます。通常の紅茶よりもすごい薄めな、水色が薄いんですね。でも香りとかはすごく強くて、味、色が薄いからといって味が薄いわけではありません。そして茶こしを外して出来上がりと、これが美味しい紅茶の入れ方になります。一つ言いますと、ティーポットまだこういうふうにお茶が残っている場合っていうのは抽出がされ続けるので、できれば2杯分を一気に作るとかの方がよりいいですね。以上で美味しい紅茶の入れ方になります。やっぱり香りも出てますし味も美味しいです。ダージリンファーストフラッシュ、結構高級な茶葉で香りがすごく高いんですよ。ですのですごく美味しいですね。茶葉も美味しいです。入れ方もいいですし。ちなみにティーバッグとか茶こしが内蔵されてるポットとかだと、さっきみたいに綺麗にジャンピングをしなかったりしてうまく抽出するのはやっぱり難しいですか？実はティーバッグでも、茶こしが最初からついている、小さめの茶こしとかですね、ついているティーポットでも、美味しく出ます。ただ、比べた場合にちょっとだけこっちの方が美味しく出ますよっていうくらいですので、そこはご安心ください。お茶葉が美味しければ美味しく出ます。ティーバッグに関しましては、最近昔と比べてこう幅が大きく広がるティーバッグが主流になってきているので、今はティーバッグでも結構美味しく出るんですよね。その辺もティーバッグでも遜色ないぐらい美味しく出ますので、そちらもご安心ください。もし濃いめに入れたいときは蒸らし時間を長めに取れば濃く出ますか？どちらかというと蒸らし時間を長くしてしまうと雑味とか渋みがお茶の場合は出ちゃうんですね。ですのでその場合はほんの少し入れる茶葉の量を多くして、蒸らし時間は同じ形で、入れてもらえればと思います。やっぱり紅茶は沸かしたてのお湯じゃないと美味しくないですか？実際は90度以上ぐらいのお湯であれば結構美味しく出ます。あまり心配なさらずにですね、90度以上ぐらいのお湯で出していただければ、沸かしたてのお湯じゃなくても、美味しく出ますのでご安心ください。もし低い温度のお湯を注いでしまった場合って、もう無理ですか？そうですね、一旦低い温度のものを入れてしまうと、本当に数秒とかだったら
すぐ出して、まあ、熱いお湯を入れるっていうこともできるんですけど、ただまあお客様に出すものですと入れ替えちゃった方が正直いいと思います。もし紅茶を蒸らしすぎてしまった時は何かリカバリーする方法とかってありますか？蒸らしすぎてしまった時は、まあ、渋みとかが出てきているので、まあ、お湯を足すという方法があります。これも自分で飲む分にはいいんですけども、やはり提供するものとしては、まあ、入れ直すというのが、まあ、一番いいことかなというふうに思います。もう一つハーブティーについてなんですけども、ハーブティー意外と渋みとかが出るものが少ないので、紅茶に比べて少し長めに蒸らしても大丈夫です。あと蒸らし時間なんですけれども、例えばまあ10秒20秒、まあ、蒸らしすぎたとかちょっと蒸らしが足りないといっても、まあ、そこまでセンシティブになる必要はなくて、多少許容範囲ありますので、その辺はそこまで神経質にならずに提供していただければと思います。茶葉によって入れ方、蒸らし時間に違いはありますか？茶葉によって厳密にはいろいろ入れ方が詳細には違うんですけれども、用落としてのおすすめなんですけれども、まず紅茶の大きい茶葉と小さい茶葉、それからハーブというふうに3つのカテゴリーに、まあ、簡単に分けてご説明しますと、大きめの茶葉ですと大体蒸らし時間に関しては3分ぐらい、そして小さめの茶葉、味が強いものに関しては2分ぐらい、ただしこちらはストレートに飲む場合なんですよね。濃いお茶、これは結構ミルクティーにされる場合も多いので、ミルクティーの場合は小さい茶葉でも3分蒸らしていただいた方が、ミルクに負けないコクと味が出ますので、ミルクティーにする場合は3分、ストレートに飲む場合には2分ぐらいというふうに考えます。そしてあとハーブティーの場合は紅茶に比べて結構長く蒸らした方が美味しい時が多いんですね。なので用落では一応まあ3分ぐらいというふうに、推奨しております。お湯の量は大体同じなの で、温度も90度以上の、お湯を入れていただいて、大きい茶葉は3分ぐらい、小さい茶葉はストレートだと2分ぐらい、ミルクだとまあ3分ぐらいで、ハーブに関してはまあ一律3分ぐらいというふうに、一旦それをベースに覚えてもらえると簡単かと思います。正直ここまでやってきまして、皆さんから本当に美味しいお茶の入れ方っていうリクエストすごく多かったんですね。でも僕からすると結構お茶が勝手に美味しく出てくれるので、そこまで神経質にならなくても美味しく出るんですよっていうのをこの動画で伝えたかったポイントではあります。蒸らし時間とかですね、量のポイントさえ押さえていれば、結構皆さん誰でも簡単に美味しくお茶を出すことができます。ですので、作法とかですね、そういうのにとらわれずに、もう少しこう楽しむ気持ち、自由な気持ちで、お茶提供したり飲んでもらったり、した方がいいかと思います。もし良質な茶葉をお探しの方がいらっしゃいましたら、用落までご一報いただければと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。